リーンライブ配信中だって。こんにちは。木村です。今日は、えっ、ー、と、何をしようかっていうのは、フォトブックがこの間発売してたので、フォトブックのお礼をしたいと思います。これはアーカイブに載せるので、まあ、勝手に話してます。<laughs> なので、えっと、ポトブック買ってくれた方、ありがとうございました。と、20、ん ?23 日かな ?23、7月の23日までの予約販売だったんですけど、みんなが購入してくれて嬉しいです。ありがとうございます。お届けは9月の、えっと、な中盤くらいに届くと思いますので、 楽しみにしててください。そして、えっと、七月の30日は、えっと、ワンフェスっていうイベントで。えっと、フィギュアを、えっと、販売するので。あ、あとサイン会かな、サイン会もやるので、ぜひ。来てほしいです。お願いします。えっと、フィギュアは、えっと、初めて。えっと、なんか。 私が販売する、あ、私じゃない、フィギュアを販売するのは初めてなので、ちょっと緊張してます。で、皆さん、来てくれたら嬉しいです。あと、買ってくれたら嬉しいです。なかなかそういうことはないので、楽しみにしててください。音が出てないえ <laughs> あ、でも出てるよね。あ、一応注文しました。 ありがとうございます。注文してくれて嬉しい。出てるはずあ出てると思う、多分。うん、うん。大丈夫あ本当。あ、見えてないかも。あ、音大丈夫。あ、よかったです。ありがとうございます。予約した報告ありがとうございます。嬉しいです。優しいね,ね、優しい。 何分の1の1スケールですか、えー、とまだフィギュア自体私はまだ見てないのでどのくらいの大きさかもちょっと全然わかんないんですけどまあ等身大では多分ないと思う <laughs> 等身大はちょっと怖い <laughs> 怖いので多分それはまあ防犯用とかに使う人とかいたら別にいいと思うんですけど <laughs> い怖くないかってきて玄関にいたら。<laughs> <laughs> めっちゃ怖いと思うんであと今日髪がこんな濡れ濡れなんですけどちょっとオイルつけすぎちゃってちょっと油ぎっしゅになってますけど気にしないでください今日なんかサウナ行ってきてなんか髪ボサボサになってたから <laughs> オイルつけたらこんなになっちゃった <laughs> やばいやばいですえっ 防犯用盗まれそう、確かに盗まれ盗ま盗まれそう、盗まないでしょ、あんなの怖いでしょ、こんないたらねえ、なんか結構みんな等身,大等身大がいいとか言って結構言われるんですけど、絶対いら絶対買わないと思うんだよね、そういう。<laughs> いらないでしょ、普通に。 しかも、なんかもしさ、なんか引っ越しするときとかさ、等身大とかさ、何これって、なんかやばい趣味じゃんってなっちゃう、ね。<laughs> <laughs> ちっちゃい方がいいと思います。あと、捨てるときとかもね、なんかあの、ね、ゴミ収集の人とかも多分びっくりしちゃうし、捨てづらい。<laughs> 捨てづらい。そうそう。だから、ちっちゃい方が私的にはいいと思います。はい。インテリアでね。インテリア。グッドイブニング え、なんか、あ、えっとは、来月は、えっと、スーパー GT が8月の5と6にありますので、まあ、富士スピードウェイでやりますので、その時は来てください。暑いと思うので、ね、ちょっと、あと8月の26と27も鈴鹿サーキットでいますので、 鈴鹿サーキットも来てほしいです。なんかさ鈴鹿サービスエリアさめっちゃよかった行ったことない。なんかすごいよかったよ。なんかレーサーの何レーサーの服あるじゃん。うん。ああいうのとか展示してあったりとか。えマジでそうなん？なんな鈴鹿サーキットのうん、ななんつうと鈴鹿サービスエリアあ,あサービスエリアか。 いですそうだよ新幹線でそう行っちゃうからなかなか行かないかもしれない、うん、ね行きたいあ色塗らないといけないよねそう<ん>フィギュアそう色塗るんだけどなんか色塗る YouTube もやったらって言われたんだよね えー、でもなんかめっちゃ、えー、最初何肌で <laughs> そう肌あの多分白,白いままで多分くるから、えー、そ,こそこをなんかフィギュアで多分色を塗ってみたいな感じなんだけど、えー、そうそうなんだねえだからほ、まあ、本当はなんかまあお願いなんですけどフィギュア買うとしたら3個くらい買ってほしいです。 ね <laughs> 玄関用インテリア用そうあとは自分で色塗るよ、ね、保管用とか買ってくれたらめっちゃ嬉しいですで私も色塗るでも色難しいが塗れなんか塗らなそうだけどでもまあやりたいなみたいなのはありますです 両方とも行きます。両方ともって、富士と鈴鹿ってことワンフェスワンフェス,ワンフェスも来てほしい。お願いします。<laughs> <laughs> ねあ、でもなんか忙しいでしたよね。フィギュア楽しみ。ねえ、私もまだ見てないから、見るの超楽しみです。えワンフェス 一日だけなの 1> 1日だけわかんない。ワンフェイス自体いつやるんだろうわかんない。どこじゃえ、まかりメッセージじゃないえー、じゃあ2日とかじゃん ?2 日とかか。ののうちの1日に日,日そうの日曜だけ。えー、そう行くから楽しみにしてください。何ブースですかえっと、えー、っと、なんだっけスケー ?SK 本舗だ。やば。やばいやばいやばい。SK 本, SK 本舗です。はい。 で本舗でで、ってくれましたのであの 3D をあの時だって動いちゃいけなくて、うん、<laughs> なんかずっとそのままの格好でいてって言ってめちゃきつかったけどずっとこのままなんかどうやってやってたのこうやってやってたのかそのままずっとやってたのそ,、ね、そうそうそのままそ,あそのまま動かないでくださいみたいなずっと言われてええー、みたいな、えー、でもみやびもできたから私もできるはずと思って。<laughs> <laughs> と思って頑張ってややったでもすごい楽しかった初めての経験 3D 撮ることなんてないから <laughs> 超貴重な経験をさせてもらいました、うん、そうフィギュアなんからフィギュア入れるさ、うん、透明のケースとかあるじゃんうんうんうん、うん、あれとかにみんな入れてもらう <laughs> えフィギュア入れる透明のケースなんかあるじゃな、うんなんか大事にさ飾るやつああ<ー>、うん、ありそうり入れてもらう じゃあ皆さん透明のケースで入れてフィギュアあの飾ってほしいです。ね、なんかよくサインとかはなんかそういう額縁とかに飾ってくれてる人とかもいるけどそんな感じでフィギュアもあのク,リクリスタルじゃないあのなんクリアのショーケースに入れて飾ってくれたら嬉しいです。はいコメントちょっと見ます。 ありがとうございます。YouTube 始めてくれてありがとう。あ、そう、YouTube、えっと、こないだ昨日か。昨日とりあえず、あのバリの YouTube 完成したので、またアップするので見てほしいです。今週多分アップできると思います。あの、カフェで、一人で、携帯でやりました。<laughs> <laughs> 今回はなんかもう細かくなんかいつも10分とか15分とかでなんかシンガポールの時はあの 4, 4シリーズでやってたんですけど今回は1個で1個の30分くらい超対策なんですけどそうをあの作ったのでそれをまあ見てほしいです。10分 25分25分,25分で今回はなんかあの飛行機が疲れちゃって顔パンパンなんですごい下膨れみたいな感じなんですけど、うん、顔やばいんですけど、うん、まあ見てほしいです多分その時今より3キロくらい太ってました <laughs> 多分見ればあなんか顔やばくねって思うと思うんですけどそれも楽しみにしててください ええー、マジ幕張来てくれんのオリティ。<laughs> 幕張みんな来てくれないって言うから来てほしい。みんな忙しいって言うから。もしそうならうん油落とすとこ。んから始まるんだとどういうことなんか油が塗られてるのそういうことフィ,ギュアフィギュアがんー 20年作ってないえっ中んこれ <laughs> 中性洗剤えだからフィギュアなんかついてんのかなあそうなんだでもなんかその色塗るやつもできたらいいですね、えー、ねなんか YouTube でその見ようかフィギュアの作り方みたいな、うん、だからそのさ肌色肌色、うん、白色のやつみたい白色ね確かに白色でで届くんでしょみんな多,分、うん、多分そうだと思うんだけどね うんうんフィギュアはいくつ買ったらいいのだってフィギュアは3つくらい欲しいんか売ってるね、うん、表面のああそうなんだへえそうなんだトブック予約しましたわいありがとう優しい優しい嬉しい うーん大体油っぽくなってるから、やべえ、もう専門用語がやばすぎてわかんないかも。サーフェイサーってなんだろう。ななんだろうサ。サーフェイサー。えー、3つでいいのうーん、10個。<laughs> <laughs> そうだね。でも、3つはマストで買ってほしいかも。ハンガー大丈夫ですか <laughs> <laughs> なんであ、やばい、ウけんだけど。<laughs> 大丈夫でした。やばい、ハンガー引っかかって,て <laughs> すごい最新情報じゃん。<laughs> 大丈夫でした。そう、今日のんちゃんが頭、引っかかってたからね。ね十<う>、うん、個でいいの。なんだよ。<laughs> 本当にじゃ買ってくれるの?。あるじゃん。<laughs> <laughs> そりゃいっぱい買ってほしいですよ。もちろん。なんか。そういって、いっぱい買ってくれると、みんなが。 あのそのクライアントさんが「あまたラッキムちゃん使いたい」ってなってくれるかもしれないので、まあ、みんなに協力してほしいですできたらそれは嬉しいですそしたらまだもしかしたらノーズアートクイーンとかまた出れるかもしれないのでお願いしますえフィギュアいくらなんだっけわかんないえ <laughs> そんな高くないと思うんだけどねわかんない通販はできますか<え>だって 出ますから。ええー、わかんない。<laughs> 出ると思うんだけどね。多分出るとは思うんだけど、<ー>でもそこまで詳しくはわかんないかな。い,いくつ買ったら顔立つの？完売あ、乾杯です。<laughs> 目指せ乾杯。乾杯とかあんのかな、わかんないけど。受注、受注なのかな。あ、受注なわけないか。何個が作ってるか。え、何時から何時までいるの？ワンフェスに。 えー、一応1時間なんだけど12時から1時間12時けどそう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 ,だ,そうだ,けだけどわかんないまだその,その他もいるかもしれないしかんまだわかんないって言,う言われてますなのでまだでもまあその時間は確実にいますだそうです、うん、完売って何かやすげえ聞くやん <laughs> わかんない。じゃあ、1000個くらい買って、1000個くらい。<laughs> <laughs> 4950円、ありがとう。4950円だそうです。えー、すごいえ。1000個買ったら。<laughs> ですね、すごいね。なんで知ってるのええー。書いてあるのかなあちょっと書いてあると思う。<laughs> 私、ちゃんとやばい。ちゃんと読んでない。やばい、やばい。 追加購入って何のお話かなフォトブックなんだしかな違うかねかな。あ、そのフィギュアかなフィギュアは多分ネットで多分販売すると思うんだけど。1000個で495五。やめたっけ <laughs> !1000 個はやっぱ大丈夫です。<laughs> じゃあ1000個とか <laughs> やばい。100個でも49万ってことでしょ。えー、高いね。高いね。100個じゃ,あ 10, 個じゃ10個かな。うん、<laughs> 10個。何でも10個。フォトブックも 10, 10, 10冊。<laughs> <laughs> フォトブックはもう終わっちゃったからね。ね。フォトブックの撮影ってどこでやったのえー、言っていいのかなえ、ダメなのなあい,い,いい、別に言うよ。じゃあ

うん。せ洗車とやべえ1000個でほんとにか買えよな <laughs> 買えよな <laughs> <laughs> 了解みたいな感じ <laughs> 了解みたいな<笑><笑>、えー、簡単だな地元ですけど自分はあ千葉が地元ってことあ<ー>どこだろう千葉も広いからね大体ええー、洗車したくて千葉にしたの いや普通に千葉でって言われた。へえ。髪型とかもヘアメイクさんとかでっるから普段とは全部違う感じメイクも全部違う感じです。超ナチュラルな私が見れると思うので。ね、ナチュラルだね。うん。見てほしいです。いつかダンス。え<や>そうだ。えあダンスそうだ。もしかしたらランダムで。確かに。 今,今週もしかしたらダンス週に一回載せよか。いやら <laughs> せば同じ曲。<laughs> もしかしたらダンス動画をまた YouTube で載せるかもしれないです。ただいつも同じ曲です。それしか踊れない。それしか踊れない。しかも可愛いやつじゃないから、t w i とかじゃないから。<laughs> リアル。過激,過激。過激ダンス。 歌劇ダンスダンスかもしれないです。自由しないですか、うん、ロケチはみんなのほですか。千葉のどこ一宮だから全然多分全然近いと思う。あ、一宮って思う。一宮海岸。右の方えー、どこだろうわかんない。右わかんないえ、でも、もう普通にサー,サーファーの聖地みたいな。へぇ<ー>。うん 電車でも結構遠かったよね1時間半とか2時間くらいかったかな、えー、めっちゃ遠いねそうそうこの間行ってサウナで <laughs> 1,000個でランチうーんだって本当に買わないでしょ1,000個 <laughs> <laughs> で1,000個買ってくれるんだったらうんランチか フィギュアのんちゃんと私、やばい <laughs> だったらいいよフィギュアは目を入れるあー難しそうえっ何バラバラなのかフィギュアってえちょっと目を目で描くってことやんだなてかフィギュアってどういう状態でくるの自分で組み立てるのじゃないのこん かそれかハサミとかで金じゃないのなんかわかんないけどなん,かなんか確かになんかそういうことプラモデル的な感じわ、ね、かんないわかんない全然わかんないで目をはめたりするんだねえはめるんじゃない目描くんじゃないんじゃんのんちゃんも OK、ね、やばいやばいやばい面白い <laughs> 買えよなじゃあ絶対2000個本当に1000個ほんに絶対買ってよ OK <laughs> やばい <laughs> あ普通はバラバラなんだ 絵は描きます。描くのが大変なんだよ。だそうなんだ<う>。マッキーとかじゃないんだ、ね。マッキーって無理でしょ。<laughs> めっちゃ細い、細いやつじゃ、なめっちゃ難しいもん。絵心ないと無理そう。えー、じゃ、綿棒とかじゃ無理なんだね。なん、ね、<laughs> 塗るのとかだとさ。ああ、確かに。どう、どうやんだろうね。えー、それはやりたいね。 やりたい。でもすげえブスになった。だから一回何個か欲しいよね。何個か失敗してもいいように。1000個買った人は実物を見ながら組み立てれる。おそうだね。確かに。1000個買ったらランチ中に。ランチ中に組み立てていいよ。そう。買ったら絶対にとか。のんちゃんもついてますみたウィ絶対だよ。 さわしく細いめんそうめんそうめんじゃないんだね。そうめんに見える。めんそう筆。えー、全然。ゲストに呼んだ方がいいんじゃないのまさまささん。確かに。で、一緒にやった方がよさだ難しいよね。確かに目とかどうやってやるんだろう。食ってるフィギュアが完成。Yes。食ってるフィギュア。 完成あ確かに組み立て興味ないえ <laughs> 組み立てない千個買って、組み立てない組み立て、ね、色を塗らない <laughs> 色塗るどういうことい,、ね、いや千個買ったなら一個くらいは組み立てしてほしいよねやっぱねねさすがに一個くらいはえー、なんか意外と十五分の予定が二十分になってしまいました。 ですね、これ今回はそのなんかん1月 18?1 月18じゃない <laughs> 18分の1スケールで普通1か月はかかるヶえー、1ヶえ1か月え組み立てるのにってことじゃないのええそんなかかんのかんないやばいよどこで買えるかも <laughs> る <laughs> どこで買？る <laughs> <laughs> だからワンフェスだってワンフェスの7月の30日のワンフェスにあの SK 本舗というブースで私のフィギュアを売りますでその時にサイン会もしますなのでその時に買ってくれると嬉しいですねえねえでもさ、うん、ほらえ自分で組み立てて卒業するのって。 あれかな、うん、もう塗ってある状態で売るわけじゃないってことなんだよね。そう,そうそうそう、多分あそう、ね、たぶん。そうそうそう。そう,そう。塗装失敗すると別人になるってよ、うまくやらないと。えー、大変だね。えー、てかめっちゃみんな詳しいね。ね<な>。お金渡すからか、ねえ。確かに、あれがさ、売ってんのかと思った。<laughs> あ<の>えもうそのままそうそう,そうそう。 そうじゃないえじゃあさ組み立てられない人はさ、うん、ラーキムグのその場で組み立ててあげる、うん、なんでだよやだよ自分でやってよ分かんない私だって <laughs> やり方分かんない <laughs> 忙しい忙しいじゃんめっちゃ時間かかるじゃんえー、お金渡すからかんじゃあ事務所に振り込んでもらって <laughs> <laughs> こわ<怖> まあそういう感じで、まあ、もしかしたら来れない人がいたらまあ多分多分ネットでも販売すると思うんですけどまだその詳細はまだ聞いてもいないので、うん、今確実なのは30日に販売するっていうことなので来てほしいですすすおおお願願願いいいしししままます。 youtube で完成まで投稿ね,ねそうそう,そうそまあそうしようって、ね、だって気になるもんね、うん、ちょっと実態がちょっとやってみたいなと思うんですけどうん,うんうん事務所のフリ <laughs> いやいやいやなん <laughs> なの熱心熱心なんけど、ね、どこで売るかしらない <laughs> <laughs> すごい熱心じゃん ネイルとかやっ,、ね、やってる女性の。あーあ<ー>、そう、ね、細かいか確かに。細かいの上手い人はね、確かに。そうかもね。へえー、じゃあ、ということで。ということで。7月の30日。ワンフェス。あとは、8月は GT とかありますので。お願いします。はい。はい。皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。これからも応援してくださーい。 バイバーイバイバイありがとう